爽快な青空が広がり、南西からの風が気持ちよく感じる淀川河川敷。今年も東淀川区健康マラソン大会 G1 の季節がやってきましたと申し上げたいところなんですけれども、本来であれば3月7日に開催される予定だった東淀川区健康マラソン大会 G1、東淀川 G1 行事のですね、開幕戦あるいは2戦目にですね、行われることが多いんですけれども、ご承知の通り新型コロナウイルスによる感染拡大、そして状況を鑑みて2021年の大会もですね、中止ということになってしまったんですね。2020年のですね、昨年もですね、実は新型コロナウイルスによる影響がですね、顕著になっていた時でして、当初はですね、開催される予定ではあったんですけれども、その後ですね、感染状況が拡大してしまったことを鑑みて中止ということになってしまったんですね。で、今年は1月14日、大阪の方ではですね、緊急事態宣言が出され、もうすでにですね、解除はなされているんですけれども、感染状況がまだ収まっていないという状況から、今年もですね、中止ということになってしまいました。本来はこの場所が本部ということになるんですけれども、こうやってですね、前日の受付、そして当日受付と分かれて、そしてですね、授与の方に、本部の方が置かれるわけなんですけれども、そしてですね、そこから少し離れたところにフィニッシュ地点が設けられているということなんですけれども、今年はですね、新型コロナによる影響でもう早々と今年はですね、中止というのがもう決まっていたんですね。で、私もですね、実は、いつかはですね、その健康マラソン大会に出てですね、少しの距離でもですね、走ってみたい、そして実況しながらですね、走ってみたいという思いをですね、込めていたんですけれども、2年続けて中止になったということで、その健康マラソン大会自体のですね、動画がないというのもちょっとですね、芳しくないという思いもありまして、今回はですね、その特別編という形でですね、私自身がですね、今回は1キロジョギングコースでですね、その距離でですね、走ってみようということでお届けしたいというふうに考えています。いつもであればこのスタート地点というのはですね、お手洗いが左手にあるんですけれども、その手前からになります。そこからですね、こう行ってですね、その芝生を回り切って、そこからですね、U ターンする形で進んでくるということなんですけれども、今回は1キロジョギングという形でですね、計測しながらですね、走ってみたいというふうに思います。かつてはですね、この1キロジョギングでですね、4分台でですね、駆け抜けたという時もあったんですけれども、私が走った場合にはどんな時間になるかもですね、ちょっと興味を持ちながら、カメラをですね、撮影しながら走ってみたいというふうに思います。そのスタート地点というのがこちらとなります。スタート地点はこちらになります。四角いものですね、これが立ってるんですけれども、これをスタート地点にしたいというふうに思います。そしていつものですね、設置されているフィニッシュ地点をですね、フィニッシュという形で、走っていきたいというふうに思います。では今スタートしていきました。一人マラソン大会、1キロジョギングコースという形で走ってきますが、ちょっとカメラが揺らいでることには申し訳ありませんが、マイペースで進んでいきたいというふうに思います。まもなく通常のフィニッシュ地点を通過していきます。そしてここで U ターンする形で進んでくることにします。その芝生をですね、南へ進む形になって、そこでまた右へ曲がって西へ進むということで進んでいきます。ちょうど正面に豊里大橋が見えているんですが、計測から530の地点で折り返すことになります。ちょうどですね、右手に駐車場、バーベキュー場のですね、駐車場を見ながら進んでいることになります。今400メートルとなりました。ではこの地点で折り返します。500メートルまでだいたい3分前半で走ってきました。そしてここから戻ってくるものになります。今度は右手に淀川を見つつ、そして左手
芝生のですねフィニッシュ地点へと向かってくることになります。まあ、通常はですねそこから先の方をですね進んで左の方へ曲がるんですけれども、今回は芝生の地点を曲がるという形で進んでいきます。さあ、こちらがフィニッシュ地点になります。もしかするとそこよりちょっと超えてしまうかもしれませんけれども、大きな木の地点ちょっと超えてしまいました。1キロに達するまで走ります。結局ですね、この便所のですねあるその建物の前までがですね、まあ1キロということで考えてですね、ジョギングしたんですが、私の記録6分11秒、ですから500メートルを3分でですね走ってきたということで、まあアスリートよりもですね、まあ2倍はですねちょっとかかってしまうという、結果ということなんですけれどもね、まあ、過去の記録からしてもですね、まあ、最初にですね、フィニッシングテープを切るのはちょっと難しいかなという印象なんですけれども、まあこの1キロジョギングというのはですね表彰がないものですから、まあ、気軽にですねトップを狙うことなくてですねマイペースで走れるようなですねそういうコースになっているんですね。そして費用もですねそんなにかかりませんので、まああと3、5、10キロの方はですね、こちらはですね今表彰があるということで、まあ、様々なですねドラマが生まれてきているんですけれども、まあ、3キロの方ではですね大会新記録がですね何度か更新され、まあ、10キロの方もですね、まあ、男子の方でですね徐々にですねその優勝タイムが上回ってきている傾向にあって、まあ今年2021年はですね中止に、まあ、新型コロナの影響になってしまいましたけれども、まあそのコロナが収まったその時期にですね新たなドラマがこの淀川河川敷で生まれることをですね非常に願って待ちてみたいというふうに思います。なんとかその厳しい状況から脱却し、まあ、新しい様式にはなるかもしれませんけれども、少しでもですねたくさんの選手がこの淀川河川敷に集まれるようにですねその日を待ちたいというふうに思います。東淀川健康マラソン大会 G1 2021年の大会も新型コロナによる影響で中止になりましたけれども、1キロジョギング私の記録は参考ではあるんですけれども6分11秒でした。